今まさにウクライナ軍によってクリミア半島奪還作戦が実施される可能性が高まっているね。そこでウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記が、クリミア半島を奪還するために国際法で禁じられていない範囲において、保有するすべての兵器を用いる、もしくは試験的に使用するとの考えを SNS 上で明らかにしたぜ。今回は強まるクリミア半島奪還作戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島といえば2014年、当時の親ロシア派であるヤヌコビッチウクライナ政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して一方的に併合して以来、そのまま実効支配が続いているところだよ。ダニロフ書記がクリミア半島はウクライナ領であると改めて主張していて、ゼレンスキー大統領も再三にわたってクリミア半島を取り戻すと表明していることから、クリミア奪還作戦がまた始まると予期されているね。クリミア半島の面積約2万6000平方キロであり、その北部はユーラシア大陸のウクライナ南部ヘルソン州とつながり、また黒海に突き出した形になっている半島であり、また大陸と接続している地域西側にはペレコープ地峡と呼ばれる長さ 30km 幅5から 8km で陸続きになっているんだ。そして、その地峡の東側はアゾフ海にかけて深いシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道道路併用橋が架けられているな。また、半島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があるぜ。このケルチ半島の東端と、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって突き出ているタマン半島の西端には、ウクライナ軍の砲撃を受けたことでも有名になったが、クリミア半島併合後にロシアが架けた全長 18.1km の鉄道道路併用橋であるクリミア大橋があるぜ。ロシアに併合されるまではクリミア自治共和国と、港湾都市のセバストポリ特別市というウクライナ領内で分かれていたんだよね。クリミア自治共和国はウクライナで唯一の自治共和国であり、セバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に租借されていたことから、この自治共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたというわけだよ。そして、2014年にロシアの軍事介入によって併合された後、クリミア自治共和国はクリミア共和国と改名してロシア領となり、一方のセバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市とされているんだ。実は2014年にロシアがクリミア半島を併合したのも、きちんとした経緯があり、マイダン革命とも呼ばれる2014年ウクライナ騒乱によって新ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚してしまい、ロシアが当時のウクライナ政権の崩壊をクーデターによるものと位置づけ、仕方なくウクライナへの軍事介入に至ったわけだ。その際にクリミア半島がロシア軍の支配下に置かれることになり、実効支配していたロシアの主導による住民投票の結果としてロシアが併合を宣言したぜ。しかし、ウクライナを筆頭に国際社会の多くの国家がこの併合を非合法として承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会で法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスが活動しているらしい。それでもクリミア半島に暮らす人口約230万人のうち約 60% がロシア人であり、一方でウクライナ国籍を持つウクライナ人は約 24% に過ぎず、しかも住民の 80% 近くがロシア語を母国語としていて、ウクライナ人の間でもロシア語を日常的に使われているよ。前としたウクライナ騒乱の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権が、ウクライナ語以外の言語を地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったものの、新ロシアという点では東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と同様の状態なんだ。クリミア半島奪還を訴え続けるゼレンスキー大統領は、2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中でウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきた。そして、
今回の侵略戦争はロシアが我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まった。だから、この戦争は我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならないと主張しているね。このゼレンスキー大統領の強硬姿勢に身の危険を感じたロシア系住民がクリミア半島から一気にロシア本土への脱出が急増したぜ。クリミア半島では2022年2月24日にロシア軍がウクライナへの侵略する際にウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開する部隊の出撃地となっていたことから、4月11日にはプーチン大統領によってテロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられており、半島に駐留するロシア軍部隊ではウクライナ軍の進軍に備えて着々とクリミア半島の要塞化を進めていたな。ゼレンスキー政権下でクリミア問題を統括しているタミラ・タシェワ氏が国営テレビに出演してロシア系住民は、2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが奪還しようとすることに不安を募らせている。そのため大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出していると述べたよ。さらにタシュワ氏はどれだけの人数がクリミアを去ったかについては、統計を取っていないためわからないが、数千人単位だと理解していて、クリミア大橋にはロシア本土に移動しようとする車列ができているし、クリミアの住宅市場は売り意識になっていると付け加えたんだ。また、クリミア半島の先住民族とされているタタール人を支援しているエミール・イブラギモワ氏がラジオで、ロシア系住民の多くは、ウクライナ軍が近い将来にクリミアを解放するものと見ており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっていると述べていたな。そして、2022年8月にクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発事件が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋からロシア南部のクラスノダールに逃亡し、その車列によって大渋滞が発生している様子が撮影された画像が SNS で拡散されたぜ。ウクライナでは4月2日にダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表しており、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合のクリミアや、ロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針が書かれていたよ。まず、ロシアが一方的にクリミア半島を併合した2014年2月の以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの撤退行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい罰則、ロシアのプロパガンダに踊らされてきた住民に対する政策などが示されていたんだ。これらの動きからロシアが指名したクリミア共和国のセルゲイ・アクショーノフ市長はクリミア半島には、ウクライナの反転攻勢に対する備えはできていると述べて一旦は住民を落ち着かせたが、ロシア本土へ避難しようとする住民の流れを止めることはできていないぜ。2014年、ロシアによる一方的な軍事介入と併合を、クリミア半島は現在もロシアの実効支配下にあるからな。ダニロフ国家安全保障国防会議書記は、クリミアがウクライナ領であることを強調し、国際法の範囲内で全ての兵器を使用する意向を示しているよ。地政学的に重要なクリミア半島は、黒海に突き出た位置にあり、その地理的要素が戦略的にも重要で、ロシアはクリミア大橋を含む複数の重要施設を構築し、半島の要塞化を進めているんだ。これに対し、ウクライナは国際社会の支持を背景に、半島奪還を国家の重要目標と位置づけ、軍事的な圧力を強めているね。ただし、この奪還作戦は多くの国際的な波紋を呼んでおり、特にクリミアに住むロシア系住民やタタール人の間で不安が広がっているぜ。ウクライナの行動がクリミアの未来にどのような変化をもたらすのか、またその地域の安定にどのように影響を与えるのかは、今後の国際政治の動向により明らかになるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本とイギリス、イタリアが共同開発を進めている、第6世代戦闘機とも言われている次期戦闘機開発のための、
グローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP と名付けられたプロジェクトからイギリスが離脱する可能性が指摘されているね。この GCAP については、2023年12月14日に東京で3国間において航空機開発に関する国際条約が締結され、各国政府代表と開発製造に関わる各国企業エンジニアなどが開発を進めるためのハブ拠点がイギリスに置かれることが決定されたな。今回は次期戦闘機共同開発計画に陰りが見えていることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。三国がこの条約を承認した後に、GCAP 次期戦闘機の開発を管理する責任を負う。GCAP 国際政府組織 GIGO JIGO が2024年度中に設立されることも決定されて、日本の国会では2023年5月に衆議院を、6月には参議院で条約が承認されて正式に GIGO が設立されたよ。GIGO の本部はイギリスに置かれるものの、その初代代表主席行政官は日本人が就任することなどが決められ、GCAP における日本の立場を強くする体制が作られることが期待されているんだ。しかし、イギリスで2024年7月に実施された下院議会総選挙定数650議席が実施されたが、野党の労働党が412議席を獲得して211議席を増やして大躍進したため、政権与党であった保守党が251議席も減らしたことによって121議席に落ち込むという歴史的な大敗を喫し、政権交代を余儀なくされたな。これによって2022年10月に首相に任命されたばかりの保守党のリシ・スナク首相は、わずか2年で政権を手放すこととなり、労働党党首のサーキア・ロドニー・スターマー氏が首相となってスターマー政権が発足して、14年ぶりに労働党政権が誕生したぜ。スターマー新首相は就任以来、日英イ3カ国による次期戦闘機の共同開発計画 GCAP についてイギリスにとって非常に重要であり、開発を継続する必要があるとの認識を示しているものの、タイムズ紙などイギリスのメディアによれば、新政権は来年前半にこれまでの防衛計画見直しの結果を公表する予定であると公言しているね。スターマー政権の国防省も担当しているルーク・ポラード閣外相が7月18日に、ロンドンで開催された軍事関連イベントにおいて新政権における国防政策の見直しで何が起きるか、現時点では全く予測できないと述べていて、その見直しが発端となってこの先多額の予算を必要とすることが想定されていて、予算の見積もりが難しいとされている GCAP が真っ先に見直しされるのではないかとの波紋が広がっているみたい。ザ・タイムズはさらに関係者の話として、ある財務省高官が次期戦闘機の共同開発化、米英豪による安全保障の枠組みオーカスにおけるオーストラリア海軍の原子力潜水艦開発に協力するか、いずれか一方に絞るべきだと述べたことを伝えた上で、イギリス国防省が GCAP の共同開発にかかる最終的な開発費の見積もりを明示できないために、財務省が計画の推進に懸念を示していることがその波紋の根源であるとしていて、GCAP 計画見直しのニュースの裏付けとしたよ。イギリスでは GCAP が立ち上がる以前から2035年の実用化を目指すテンペスト計画を進行させていて、敵のレーダーをかいくぐるステルス機能や、センサーデータの分析と自立ミッションを支援する AI 人工知能を持ち、ドローン無人航空機群を従えて編隊を組んで制御する能力を併せ持つ、第6世代ステルス戦闘機開発であるテンペスト計画に注力していたぜ。そのテンペスト計画に深く関わっていた元イギリス空軍の作戦副司令官だった、グレッグ・バグウェル氏が日本の雑誌のインタビューに答え、やはり2035年の実用化を目指していた日本の次期戦闘機計画とテンペスト計画が合体した GCAP について語ったな。それによるとバグウェル氏は GCAP はイギリスと日本の両国の航空宇宙能力にとって大きなボーナスとなりうるとして、日本はイギリスの戦闘機開発とは異なるアイデアと能力を持っているとした上で、テンペストはハードウェアと同様にソフトウェアの開発も重要であり、日本がイギリスの知識にさらに異なる専門知識を付け加えることで、
GCAP への幅広い理解がもたらされると評価しているね。そして、企業による多くの民生品開発は兵器開発よりも進んでいて早い分野もあり、かつては兵器開発の方が明らかに進んでいたものが、今では全て家庭にある電化製品や子供のポケットの中にあるゲーム機などの方が進んでいる場合が多く、兵器開発が民生品開発の恩恵を受けている場合がとても多いとも述べ、もし明日にもイギリスが GCAP から離脱するようなことがあれば、日本とイタリアの軍需産業は政治的にも産業的にも大きな影響を受けるだろうとしたよ。またバグウェル氏は9月4日、イギリス議会で開かれた同国のシンクタンクヘンリー・ジャクソン・ソサエティ主催のイベントにおいて、私たちは地球上の戦争から重要な教訓を学ぶ必要があり、間違った教訓を学ばないようにしなければならないと強調したな。そして、私にとって本当の脅威と感じられることは、今のウクライナで起こっていることを見た人々が、そのことが未来なのだと誤って認識してしまうことだとした上で、ウクライナでの活躍が伝えられている各種のドローンが将来的に戦争の主役となると思い込むことを憂慮していると述べたぜ。さらに、ウクライナ侵略戦争では当初、トルコの中高度で長時間の飛行が可能で対地攻撃を実施する、無人航空機器バイラクタル TV には、このところ見かけなくなり戦果が伝えられなくなっているが、その主な理由は、以前のように攻撃を実施しても次々に撃墜されてしまうからだとして、ドローン攻撃に慣れたロシア軍がその対策を図ったためであるとしているらしい。同氏は、ウクライナ侵略戦争でドローンの活躍が目立っているのは、両軍の航空戦力の存在感が薄いためであると断言した上で、ロシア軍は明らかに航空戦力を温存しており、それはウクライナ軍の防空体制を恐れてではなく、ウクライナを支えている北大西洋条約機構 NATO の航空戦力を最も恐れているからであるとも語ったよ。つまり、ロシア軍が最も恐れる事態はウクライナで航空戦力を消耗させてしまった場合で、その時万が一にも NATO 軍がロシアを攻撃するようなことが起これば、強力な NATO 軍の航空戦力に対抗する術がロシア軍にはなくなるとして、ロシア軍が航空戦力の消耗を恐れるのは、ウクライナとの戦闘によって戦車などの陸上兵力が大きく損耗している現状で、自分たちを NATO 軍から守る唯一の戦力が航空戦力であると信じているからだとして、温存されているロシア軍の航空戦力への対抗手段として敵地深く侵入して目標を破壊する、より高性能な次期戦闘機開発の重要性を強調したんだ。このバグウェル氏のようにイギリスの軍事専門家たちの多くは、イギリス政府の財政難に理解を示しながらも、ロシアへの抑止力となりうる敵地の奥深くまで侵入して目標を破壊する能力を有する GCAP の開発を継続する重要性を指摘しているぜ。また、野党となった保守党のジェームズ・カートリッジ影の国防相は7月24日、下院での演説においてイギリスの国防上最も重要なのは、新政権がこの先継続的に GCAP に資金を提供し続けるかどうかであり、今 GCAP から撤退することはかつて第二次世界大戦におけるバトルオブブリテンで、ドイツ空軍を相手に大活躍したことで有名を馳せた戦闘機であるスピットファイアの開発計画を廃止することに、等しい愚行であると考えていると述べて、スターマー政権に対して GCAP 計画続行を決断するように迫ったらしい。このような情勢の中でイギリスの戦闘機メーカーである BAE システムズは、同国で7月に開催されたファーンボロー国際航空ショーに GCAP のフルスケールコンセプトモデルを展示し、ソテについてスターマー首相 GCAP で我々は大きな進歩を遂げていると述べて開発の重要性を強調したとされ、GCAP 計画が継続される可能性は高いとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。この2024年9月10日、行政区分上で鹿児島県の西之表市に属する離島馬毛島について、同島で防衛省が進めている仮称航空自衛隊馬毛島基地の工事の完成が従来の予定よりも大幅に遅延することが判明したよ。
これは防衛省が仮称航空自衛隊馬毛島基地についての新たな工事の工程を公表したことで明らかとなったもので、これまで完成は2027年が予定されていたものが、3年遅れの2030年になることが記されていたぜ。今回はそんな馬毛島で建設が進められている仮称航空自衛隊馬毛島基地が、2030年に完成予定である件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2024年9月までの馬毛島の仮称航空自衛隊馬毛島基地の建設に関する大まかな流れを振り返ってみると、2010年に防衛省が新たな自衛隊関連施設の設置場所として同等の活用を自制のホームページ上に記載したことに端を発するね。翌2011年5月には当時の北沢防衛大臣が、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機による FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所としても馬毛島を検討対象としていると報じられ、日本国内で大きな注目を集めたよ。同年6月には馬毛島の大半を所有していた民間企業、ダストンエアポート社と防衛省とが同等を前述した用途を目的とし、その設置を目指す場所としての交渉に入ることが文書で確認されたんだ。政治上で日本政府は通称で2と呼称されている日米安全保障協議委員会においても、馬毛島を在日アメリカ軍の航空母艦艦載機による FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所とする記述を共同文書に盛り込んだな。こうした動きによって馬毛島が新たな自衛隊関連施設の設置場所となることは既定路線となったと思われ、2018年7月には同等に海上自衛隊と航空自衛隊の両隊の施設を置く方針が具体化された形となるわけだ。ただし馬毛島の大半を所有していた民間企業、ダストンエアポート社は当初は同等を防衛省に売却ではなく貸し出す意向であったと言われ、あくまで同等そのものを購入して活用しようと考える防衛省との交渉は難航したぜ。ただ2019年1月になると日本政府が馬毛島をおよそ160億円を投じて買収する方針が報じられ、同年3月末までにこれを実施することでダストンエアポート社と大筋での合意を見たと、防衛省の意向に沿った展開に見えたよね。しかしダストンエアポート社内の内紛的な状況から、同年5月時点で一時は馬毛島の売却交渉は白紙撤回される事態に陥り先行きが危ぶまれたものの、同年12月には時の河野防衛大臣が再び合意に至ったと述べ買収が確定するよ。こうしてようやく買収が確定した馬毛島に対し、防衛省は新たな自衛隊関連施設の設置場所とすべく、同等でそれらを整備するにあたって問題がないかを調査する環境影響評価を行うことと並行し、施設工事を請け負う業者の入札も行われたんだ。そして同年4月に時の岸防衛大臣が馬毛島を現地視察し、同等に設ける自衛隊施設を仮称航空自衛隊馬毛島基地とすることを表明。翌2023年1月に先の環境影響評価の結果を文書で報告、同時に工事が開始されたな。この時点で馬毛島に新たに設ける仮称航空自衛隊馬毛島基地の工事の完成は、冒頭で述べたように2027年と開始から4年ほどが想定されていたわけだが、これが今回実に3年遅れの2030年となることが判明したという状態だぜ。馬毛島の仮称航空自衛隊馬毛島基地の工事の完成が、2030年へと3年も当初の計画よりも遅延することとなった要因は、来年2025年に開催予定の大阪・関西万博等の大規模な建設プロジェクトの影響と見る向きが多いみたい。大阪・関西万博等の大規模な建設プロジェクトが同時並行で進行中のため、馬毛島の仮称航空自衛隊馬毛島基地の工事に必要な建設従事者などの人的リソース及び、建設資材が当初の想定よりもはるかに不足しているとするものだね。他にも今年2024年1月1日に発生した能登半島地震によって、その被災地の復興に向けて建設従事者などの人的リソース及び建設資材が、先の大阪・関西万博等の大規模な建設プロジェクトと同様に優先して充当されているとの指摘もあるぜ。こうした大阪・関西万博等の大規模な建設プロジェクト、
能登半島地震によって要となる建設従事者などの人的リソース及び建設資材が不足したという考えは理解できなくもないが、少し個人的には釈然としない感もあるな。というのも能登半島地震のようないつ発生するか当然事前に予測することが極めて困難な天災はともかく、大阪・関西万博は国家的な大規模プロジェクトとして、そこに必要なリソースはある程度予想ができたのではないかと思うからだ。またこうした大規模な各種リソースへの想定外の影響以外にも、馬毛島に固有の状況を指摘する声も漏れ聞こえてきており、まず道東に向けた建設機器等を運ぶ輸送船が、想定以上の波風によって計画通りに輸送ができていないんだって。これによりこれまでに馬毛島に輸送が行われた建設機器などは、月間で計画のおよそ2分の1ほどとする声もあり、また道東の土そのものが想定を超えて粘土質だったとも言われ、これが整地が難航している要因の一つともされているね。これら波風による建設機器等の輸送の遅れにせよ、馬毛島の土が粘土質だったことによる整地の難航にせよ、素人目には文書で報告までされた道東の環境影響評価で事前にある程度の予想がつかなかったのかと思えてしまうんだ。今回防衛省側では当初の予定計画に対して、馬毛島に整備する滑走路を含む飛行場の施設の工事の完了がおよそ3年遅れとなること、飛行場に関連する施設や港湾関連の施設も2年から4年ほど遅延するとの見解を示したな。ただしそうした遅延の中にあっても、馬毛島に仮称航空自衛隊馬毛島基地が設置されることの最大の要因でもあった。在日アメリカ軍の航空母艦艦載機による FCLP 空母艦載機着陸訓練に使用する滑走路のみは2027年には完成させると説明されているらしい。馬毛島には道東の北西から南東に向かって伸びるメインの滑走路と、北東から南西に向かって伸びる横風が強い場合に使用するとされている2本の滑走路が整備される計画だけど、いずれもそれらだけは先に使用可能とするんだろうね。在日アメリカ軍の航空母艦艦載機による FCLP 空母艦載機着陸訓練だけでも馬毛島で先に実施可能となれば、南シナ海東シナ海で軍事的な圧力を強める中国への牽制には一定の貢献をすることは間違いないよ。しかし日本にとっては仮称航空自衛隊馬毛島基地を設置することで、現在航空母艦化改修が進められている出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、その艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の発着艦訓練を予定していたぜ。つまり馬毛島の仮称航空自衛隊馬毛島基地の完成が遅れることによって、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦としての戦力化にも遅れが生じる可能性が否定できず、南西諸島方面の防衛力強化に影響を及ぼすこともあり得るだろうな。さてそんな状況の馬毛島の他にも、防衛省は海上自衛隊の佐世保基地の整備にも、3年前の2021年1月に在日アメリカ軍から返還を受けた佐世保市の崎辺東地の敷地を再整備する費用として、2025年防衛予算の概算要求に360億円を盛り込んだよ。現在の海上自衛隊の佐世保基地には、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦のような大型艦艇が接岸できる機能がなく、今後はこうした状況を変えて、やはり南西諸島方面への防衛力の強化を図るものと推察されるね。ただし日本人として個人的にはこうした現状には正直複雑な感情を抱かざるを得ず、それは在日アメリカ軍の佐世保基地には出雲型ヘリコプター搭載護衛艦をはるかに凌駕する規模のアメリカ級強襲揚陸艦が母港としているからなんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。